今週も最高週末がやってきましたね。どうも、ケイスケです。今回ですけども、G3 リーグ第5節、FC 群 VS、アストルクラロ沼津戦が行われるということで、長野競技場に、今向かって着きました。前節のね、悔しい、ロアス徳間戦の敗戦から、2日が経ち、今日は5月5日、ゴールデンウィーク最終日ということで、今日はね、絶対に勝たないといけません。今 FC 岐阜は2連敗と波に乗れてませんし、順位も5位に後退してしまいました。このね、苦境を乗り越えるためにも、中2日と、大変厳しい日程にはなっていますけども、今日の沼津戦絶対勝ってほしいと思いますし、メンバーもね、多少変わるんじゃないかなと思ってますので、そのね、前節と変わったメンバーの活躍に期待したいなと思います。さらに今日はね、ファンクラブデー、そしてガールズフェスということで、いろいろなね、イベントも、ありますし、いろんな、ね、グルメも出てますので、そういうイベントをね、楽しみながら、試合観戦していきたいなと思います。そして、今日も雨ということで、これ長野競技場で、ね、ホームで行われた試合は、4試合中3試合が雨と。ただね、雨の試合は今のところ全勝ということなので、そのね、ジンクスを守れるように、今日もね、勝っていただきたいなと思います。もうね、今はもうジンクスでも何でもすがれるものはすがった方がいいと思いますんで、今日雨ということで、嫌ですけど、FC が勝てるんだったら雨でも何でもかかってこいという気持ちでいますので、僕は、なんとかね、今日の試合、勝って波に乗ってほしいなと思います。それじゃね、早速スタジアムの方に向かっていきたいと思います。今ね、スタジアムに着きました。ただね、雨風ともに最悪ですいや、こういう時にね、 YouTube 撮影は本当に不向きだと思うんですけど、なんとかね、少しでも、皆さんに、スタジオの良さを伝えられるように頑張りたいなと思います。もしかしたらね、すごく短い動画になるかもしれませんが、その時はね、申し訳ないですけど、ご了承くださいなんとかね、頑張って、撮っていきたいと思います。今ね、スタグル買ってきたんですけど、ちょっとね、とてもじゃないですけど雨でやばかったんで、一回ね、車に戻って、スタグルの方をいただいていこうかなと思っております。まずね、買わせていただいたのはこちらです。軍小屋セットになります。中に入ってるのは、肩、せせり、ハラミ、文庫。文庫は店の名前じゃないですか。もうよかったな。いや、文庫やなかったかな、確か。まあ、ちょっと載せておきますんで、そちらの方を見ていただいて、まあ、4種類ね、入ってるところ盛りだくさん。早速ね、いただきたいと思います。うわ、めっちゃうまそう。香りをお届けできんけども、めちゃめちゃ美味しそう。どれがどれだか全くわからん問題なのは多分わかんない。じゃあ、いただきたいと思います。あ、めっちゃ熱々だわ。作りたてあるんで、うまっ。これ文豪文豪って言ってたこれはね、食べたら、私酒マジで持ってこいって感じ。マジでうまい。何、どうしよう。お得やわ、マジで。こんだけ入っとって900円は。え、これすすりっぽい。それすすりやと思う。めっちゃうま。めっちゃジュース。うまいね。ぜひね、文豪屋さんのこの文豪屋セット、大変ね、お得になってますんで、ぜひね、買っていただきたいと思います。僕はね、もう一個汁なし担々麺買ってました。これ好きなんだよね、俺。この汁なし豆乳担々麺、ちょっとね、ピリ辛で、よくかき混ぜないとね、下にあのソースがたっぷり入ってますんで、こういうね、食べに来た、こういうの食べてね、ピリッと。どういうことさせピリッとさせてかなあかんで、やっぱり俺好きなんやで、これ。いきます。うまっ。これ酒飲んだ後に食べたいの、締めの一杯。ラーメン持ってたね、それ。うん、買わなかったね。酒飲んだ後の締めの一杯で、汁なし豆乳担々麺食べてみてください。美味しいです。最後ね、デザートこちらになります。
今日のねガールズフェス、限定のグルメトトレファームさんのいちごゼリーになります。すごいねいちご入って美味しそうなんですけど今からね食べていきたいと思います。ふぅすごいねいちごがゴロゴロいちごがゴロゴロ。じゃあいちごをいただきたいと思います。あ、うまっ。酸味が効いてて酸味さっきまでさ、やっぱ辛い担々麺の状態でこのいちごゼリーは最高やわ。うわ、大きいのないし食べた、食べちゃった美味しいよ、めっちゃ。おどう、いざ実食。どう、うん、美味しい。うん、多分ね、いちごたっぷり入ってますんで、女性の方ね、大好きだと思いますんで、まあ次の試合もね、あるかどうかわかんないですけども、ぜひね、またこういう商品発売されると思うんで、ぜひ発売された時はね、食べてもらいたいなと思いますし、トトレファームさん、いろいろとね、いちごのグルメありますんで、ぜひね、買ってもらって、食べてもらいたいなと思います。これ整ったけど、久しぶりだな。今日勝てる。いやー、あー、俺が来ると役目があるじゃん。今日はなんか年配中やから、お前が止めてくれ。彼氏もう一歩欲しい。じゃあ、試合勝てば遊びたいと思います。はい、今ね、車の方に戻ってきました。結果はね、シグ3対1でアスルクラロ踏まずに勝ちました。やったー。いやね、大雨の中、ピッチ状態も、かなり悪く水たまりがいっぱいあったんですけども、その中でね、ロングボール対応にはなりましたけども、選手たちね、最後まで集中力を切らすことなく、攻められましたし、失点もね、1点ちょっと無駄なセットプレーからの失点はありましたけども、まあ、そこはね、次の試合までに修正できればいいかなと思います。まあ、今はね、本当にどういう環境でも、勝ち点を積み重ねることが大事ですし、今日のね、勝利は大きいと思いますし、2連敗をね、止めれたっていうのはかなり大きいんじゃないかなと思います。そして日曜日は、首位の岩手さんとの直接対決と、アウェイにもなりますし、僕も直接ね、応援しに行くことはできませんけども、ダゾーンでね、応援したいと思いますし、ここでね、勝つことができれば、一気にね、シーギュー流れに乗れると思いますので、頑張ってもらいたいなと思います。ゴールデンウィーク、最初の試合は、惜しくも、負けてしまって悔しい思いをしましたが、ゴールデンウィーク最終日、見事ね、3対1で勝利することができて、最高のね、締めくくりにすることができたんじゃないかなと思います。過密日程にはなりますが、なんとかね、選手たちには頑張ってもらって J2 昇格、そして優勝を勝ち取ってほしいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。またね、次の動画でお会いしましょう。待ってるのは最高の始末だ。 FCU 最高。